皆さん、こんにちは。俳優の日野翔平さんが11月14日に亡くなったことが分かった。75歳だった。所属事務所によると日野さんは4月から持病の腰痛の治療に励んでいたが、夏に腰を骨折したのを機に体調を崩したという。最後まで仕事復帰を願っておりましたが叶いませんでした。自宅で家族に見守られ穏やかな最後でしたとしている。葬儀は家族葬にて済ませたということだ。日野さんは1949年生まれ、1961年に劇団コマドリに入団すると、子役として1962年にフジテレビのドラマ「少年探偵団」などに出演した。1973年に NHK の大河ドラマ「国盗り物語」に豊臣秀吉役で出演するとブレイクし、1974年には「俺の血は他人の血」に主演して映画デビューを果たした。時代劇でも必殺シリーズや長七郎江戸日記に出演したほか、 NHK 連続テレビ小説妹たコナンキンや2時間ドラマ混浴露天風呂連続殺人シリーズなどテレビ映画に多数出演した。また歌手としても活動し、2023年1月には14年ぶりとなる新曲を発表。全国5カ所でツアーを開催すると発表した会見では、かつて芸能界きってのプレイボーイと言われ、プレイボーイの代名詞として日野翔平の名が使われていることについて、いろいろいたね、ジャイアンツにもいたよ、若い俳優からは僕は静岡の三島の中学の日野翔平と呼ばれていましたと言われたことがあるよ、とユーモアたっぷりに語っていた。2011年から NHKBS プレミアムの日本全国を自転車で回る旅番組に出演していたが、2024年4月に持病の腰痛悪化を理由に春の旅を中止していたが、所属事務所は9月に4月より腰痛が悪化して治療を続けておりましたが、この度腰部に圧迫骨折を起こしてしまい、引き続き治療が必要になりましたとして、一日も早く回復するよう治療を続けてまいりますと発表していた。所属事務所の発表は以下の通り。訃報。弊社所属俳優日野翔平が令和6年11月14日享年75にて逝去いたしました。4月より持病である腰痛の治療に励んでおりましたが、夏の腰部骨折を機に体調を崩し、最後まで仕事復帰を願っておりましたが叶いませんでした。自宅で家族に見守られ穏やかな最後でした。生前のご厚誼に深く感謝するとともに、葬儀は家族葬にて済ませましたこと、謹んでお知らせ申し上げます。長らくこのお仕事に携わり、関係の皆様には大変お世話になりました。重ねて御礼さる仕上げます。応援してくださった皆様にも心から感謝申し上げます。この訃報にて弊社とご家族からのお知らせとさせていただき、どうか静かに見送らせてください。日野翔平さんは歌手としても活動していました。12枚のシングルを発表していて、自ら作詞を手掛けた楽曲も少なくありません。歌がうまいとは言えませんが、味のある歌い方が魅力でした。日野翔平さんは昭和のモテ男であり、プレイボーイとして名を馳せました。数々の女性芸能人と浮き名を流してきたすごい伝説の持ち主なんです。若い頃は二股どころか何股かけたかわからない11股とか報道されたこともあった。女の敵、握手したら妊娠すると言われたこともあるよ。でもそれも含めて今の自分だから、何またかけたかわからないってすごい言葉ですよね。日野翔平さんは正統派のイケメンとは言えませんが、色気があってモテるんです。また日野翔平さんがもう一つのモテる理由は究極の人たらしと言えるでしょう。自らアプローチするというより、とにかく母性本能をくすぐる男、まず放っておけないと女性が夢中になる。そして別れても憎まれず、別れ話でトラブルを起こしたこともない不思議な人徳。日野翔平さんは母性本能をくすぐるタイプ、可愛らしくて放っておけないタイプであり、人から憎まれることがなく、ついつい世話を焼きたくなってしまうタイプなのでしょう。本人は意識していないけれど、人から好かれる、可愛がられるというタイプの人っていますよね。その究極家たちが日野翔平さんなのです。ちなみに日野翔平さんは恋愛は受け身とのことです。恋愛では、俺はもともと向こうから電波を発信されてからアンテナで
捉えて受けに行くタイプなんだよ。その発信にはできるだけ依頼ようと思う。逆に何もないところで自分からこの人いいなと思っていくことはめったにない。その発信にはできるだけ依頼ようと思う。という言葉からもわかるように、日野翔平さんは来るもの拒まずのタイプだから何またもしてしまうのかもしれません。日野翔平の女性遍歴まとめ。1980年代に日活ロマンポルノにも出演していたセクシー系女優の新藤恵美さんは、1971年に日野翔平さんとの不倫が報じられました。日野翔平さんと破局した後、1974年に俳優の長谷川明夫さんと結婚しますが、1978年に離婚。その後1990年に年下のマネージャーと再婚しています。女優の小鹿美希さんは1973年に日野翔平さんとの不倫が週刊誌に暴露されました。小鹿美希さんと日野翔平さんは国盗り物語での共演がきっかけで親しくなり、不倫に発展したようです。知り合ってすぐに同棲状態になりましたが、かなりの修羅場もあったようです。不倫関係で修羅場もあったものの、同棲は6年間も続きました。同棲中も浮気ばかりしていた日野翔平さんでしたが、それでもとことん憎めないと小鹿美希さんは話しています。日野翔平さんは本当に人たらしなんですね。木野ひろ子さんは時間ですよのレギュラーになり、さらに視聴率 30% を記録した人気ドラマアテンションプリーズで主演を務めたことで超人気女優になりました。そんな木野ひろ子さんと日野翔平さんとの熱愛が報じられたのは1977年のことです。しかし二人の関係はそこまで長く続かなかったようで、木野ひろ子さんは1982年に中学時代の先輩と結婚して女優を引退しています。本幸さんは父親がアメリカ人、母親が日本人のハーフで、スクールメイツに入ったことをきっかけにアイドル活動を開始します。所属グループのザ・シュークリーム解散後は女優業にシフトしていきました。1977年に日野翔平さんとの交際報道が出ましたが、二人の関係は長く続かず、1979年にドラマで共演した入川康則さんと婚約し結婚しました。父親がアメリカ人で母親が日本人のシンガーソングライターのリリーさんは、1974年に私は泣いていますがミリオンヒットします。日野翔平さんとリリーさんの熱愛が発覚したのは1977年のことです。リリーさんは24歳の時にドラマーの西哲也さんと結婚していますので、日野翔平さんとリリーさんはダブル不倫の関係だったということになります。日野翔平さんとの不倫が影響したのかは不明ですが、リリーさんは1981年に離婚し、その翌年には2度目の結婚をしています。女優望月まりこさんは1978年に日野翔平さんとの熱愛が発覚しています。日野翔平さんとは不倫関係でしたが、望月さんは妊娠し未婚のまま日野翔平さんの子供を出産しています。娘さんの名前はひなさんというようで、日野翔平さんはその子供のことを認知しています。女優で演歌歌手の西川峰子さんは1981年に日野翔平さんとの不倫が報じられました。この時点で西川峰子さんは日野翔平さんの7番目の愛人だったそうです。ドラマの打ち上げで2人は飲み明かし、朝目覚めてみたら横に寝ていたとのこと。ドラマのような不倫関係の始まりですね。この当時日野翔平さんは最初の奥様と離婚が成立しておらず、法律上は結婚した状態で、さらに日野翔平さんは自分は本妻とは絶対に離婚しないと宣言していました。それでも西川峰子さんは日野翔平さんと不倫関係を続けていましたが、交際中に後に内縁の妻となる女性と日野翔平さんは出会ったため、陣志川さんとは破局したようです。女優でタレントの松井和代さんは1985年に日野翔平さんとモーテルから出てきたと報じられました。このことは上沼恵美子さんが上沼高田の釘付けの中で話していました。松井和代さんは当時は日野翔平さんと食事したことは認めていましたが、2016年になってからは日野翔平さんとの関係を次のように断固否定していました。染谷正美さんも
日野翔平さんと熱愛報道が出た女優さんです。オールナイトフジに出演し、ギルガメセクシーメイツのメンバーとして活動していました。染谷正美さんは日野翔平さん以外にも芳賀健二さんや木村一八さんとも熱愛報道が出ていて、序盤日野翔平と呼ばれていたこともありました。日野翔平さんは1971年に一般女性と結婚しています。兵庫県芦屋市にあるお嬢様学校出身の女性とのことです。22歳での結婚ですから、かなり早い結婚ですね。子供は男の子と女の子を一人ずつも受けましたが、結婚生活は長く続かず、1972年には別居生活となりました。この時点で日野翔平さんは離婚したと見られていましたが、2016年に実は離婚していないことが判明しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。